迫し、首だけ、そして、ドブカス、が、今回はヤバい死に方をしたキャラクターについてまとめてみました。それでは早速見ていきましょう。死闘の人は、ハンターハンターのキャラクターです。公式の名前はなく、彼のエピソードから名付けられています。ベレー帽をかぶった中年の殺し屋で、殺、死癖を自称しています。彼は幻影旅団を抹殺するために、マフィアに雇われた殺し屋です。そのビジュアルから単なるモブキャラにも見えますが、実力はあり、クラピカからは評価されています。何より、死闘の人で有名なのはこのシーンでしょう。幻影旅団団長のクロロルシルフルが、女占い師のネオンノストラードの首筋に、死闘を打ち込んで気絶させています。その速度があまりにも速いため、彼以外は気づくことができませんでした。誕生した名セリフが、恐ろしく速い死闘、俺でなきゃ見逃しちゃうね、です。死闘の人はクロロに興味を持ち、単独で挑みに行きました。しかし、クロロの圧倒的な実力によって、このような姿になってしまいます。クロロが使ったのは、インドアフィッシュ。密室空間でしか生存することができないという、特殊な粘魚です。人間を捕食しますが、痛みや失血はなく、相手は自分の体が食べられ続ける様を目にしなくてはなりません。また、インドアフィッシュが消失した瞬間に痛みと失血が襲うので、その恐怖にも直面するのです。死闘の人は引きつったような笑い声を上げ、クロロが窓を開けると、肉塊と化しました。このシーンでは、戦闘描写は一切書かれませんでした。どのようにして死闘の人を返り討ちにしたのか、一体クロロの強さはどれほどのものなのか、読者に想像の余地を与えてくれています。トグロアニは、幽々白書のキャラクターです。公式の名前はなく、一般的にトグロアニと呼ばれています。体の大きな弟、トグロ弟の肩に乗って移動します。トグロアニの能力は、舞台？体を自由に変形させて、武器にしたり、人間そっくりな擬態を作り出すこともできます。身長が低く、体格の良い弟よりも弱く見られがちですが、単独でも高い戦闘能力を誇ります。また、非常に再生能力が高く、体が切断されてもすぐに回復するほど、真っ二つにされても、すりつぶされても、首をはねられても死ぬことはありません。完全な不死身なのです。暗黒武術界では桑原一馬と戦っています。その時は敗北しますが、美食家の能力者である、牧原貞を取り込んで復活します。さらに、牧原の能力と彼に飲み込まれた、室田の能力まで手に入れました。再び祐介の前に現れた時は、牧原の体に寄生した状態でした。クラマに見破られ頭部を破壊されますが、そこからトグロ兄の顔が出てくるといった、グロテスクなシーンになっています。再現のない再生能力と、牧原と室田の能力を得たトグロ兄、作中無敵の力を誇りました。一体、どう倒せばいいのでしょうか？クラマは逆転の発想をし、邪念樹を植え付け、永遠の命と苦痛を与えることにしました。邪念樹とは、捕食した相手の脳に幻覚を見せ、死ぬまで栄養を吸収する植物です。しかし、トグロアニは不死身。つまり、永遠に幻覚を見せられ続けるのです。トグロアニは幻覚のクラマと戦い続け、なぜだー、なぜ死なねー、と悲鳴を上げています。やばい死に方、と今回の動画のコンセプトとは反していますが、死んでいるのと同じということで、紹介しました。ドンキホーテ・ホーミングは、ワンピースのキャラクターです。元受け七部会のドンキホーテ・ド・フラミンゴの父親です。ワンピース世界で絶大な権力と横暴を働く天竜人の一人であり、かつてはド・フラミンゴたちと優雅な暮らしをしていました。しかし、ホーミングが特殊だったのは、一般的な人間の良心を持ち合わせていたこと。天竜人は人を人と思わず、自分の権力に酔いしれているものが多いのですが、ホーミングとその妻は対等な人間だと自覚していました。33年前、マリージョアと天竜人の暮らしを捨てた一家は、世界政府非加盟国に住むことになりました。ド・フラミンゴは作中41歳なので、当時は8歳の計算になります。人間の生活を望んだホーミングですが、待っていたのは差別と悲劇でした。天竜人の横暴は現地人の恨みを十分に買っており、幼い子供たちと一緒に壮絶な暴行を受けます。聖地マリージョアに妻子だけでもいいから返してくれと掛け合うも、天竜人側は拒絶。病気にかかっていた妻は、環境の悪さから病死してしまいました。絶望の状況下、ド・フラミンゴは世の中と父親への憎悪を膨らませていきます。そして、実の息子であるド・フラミンゴから射殺されてしまいます。ホーミングは最後の瞬間、懺悔のような笑みを浮かべて、私が父親でごめんなと謝っています。ド・フラミンゴは父親の首を持って、マリージョアに帰還しようと試みています。
ドフラミンゴが自分の仲間をファミリーと呼称するのは、この頃の強烈な体験が影響していると考えられますね。健全な両親を持ち合わせ、人間でいようとしたホーミングですが、マリージョアを降りた後、どんな目に遭うかの想像力がありませんでした。愛する家族と迫害され、最後は息子に憎まれて殺される。グロテスクな死に方をしたキャラクターは数多いですが、これほど精神的にむごい最後を迎えたのは少ないでしょう。ザイル・アポロ・グランツは、ブリーチのキャラクターです。アランカルの一人で、エスパーダのオクターバ・エスパーダに位置しています。ピンク髪で2枚目、声優が鳥海浩介さんですから、特定の界隈では人気のようです。エスパーダですが戦闘は得意ではないと自認しており、冷静兵器開発を行うマッドサイエンティストであると公言しています。非常に傲慢な性格であり、人間と死神、クインシーを下等とみなしています。ザイル・アポロは石田・ウユやアバライ・レンジ、ベッシェ、ドンド・チャッカと戦いました。石田とレンジが協力して戦うも、能力で優位に立ち続けます。そこに現れたのは、黒土マユリでした。あらかじめ対策をしていたマユリはザイル・アポロを圧倒。マユリの挽回、金色足そぎ地蔵から復活し、反撃しようとしますが、マユリはそれすらも計算済みでした。マユリが取り出したのは超人薬。これは、体感時間を延長するというもので、ザイル・アポロに投与したのは、1秒が100年に感じられるものでした。マユリが刀でとどめを刺しますが、それすらも当人にとっては、とてつもなく長い時間の果てです。ザイル・アポロは悠久とも思える時間の中、死ぬことを望みますが、それすらも叶いません。想像を絶する苦痛を与えたマユリは、100年後までご機嫌ようと残しました。そんなザイル・アポロですが、念願かなって死亡し、エスパーダの一人であるアーロニーのアルルエリと地獄に落ちています。千年決戦編でも再登場していますが、再びマユリに負けてしまいました。また、連載20周年を記念した、読み切り作品の、極意命名編にも登場しています。産屋敷加賀屋は鬼滅の刃のキャラクターです。産屋敷家97代目の当主で、鬼殺隊のトップでもあります。一癖も二癖もある柱、大使をまとめ上げる彼は、なんと23歳。権力ではなく、懐の深い人徳で人を従わせる指導者の中の指導者です。主人公であるかまど炭治郎も、初めて会った時から、その人柄に魅了されています。その高い精神性は、しばしば鬼物事務山の対比として描写されています。また、遺伝的な病気を持っており、顔と体がただれ、盲目となっています。しかし、体は弱くも、無惨討伐の信念は誰よりも強く持っていました。第138話、加賀屋の居場所を突き詰めた無惨と対峙します。屋敷には柱や大使はおらず、すっかり弱った加賀屋と妻、二人の子供しかいませんでした。すっかり油断した無惨に対し、加賀屋は笑みを浮かべたまま、屋敷に仕掛けた爆薬を作動しました。祭祀の存在は、無惨を油断させるため、あまりに常軌を逸した作戦は、無惨に驚きと恐怖を与えました。物語はそれから無限上決戦編に突入します。作中では、加賀屋は思いやりのある、人間として描かれています。決してサイコパスではなく、悲願である無惨討伐のために、すべてを捧げた捨て身の行動なのです。なお、自動的に98代目当主となった産屋敷桐矢は、司令塔として活躍し、一族の悲願である無惨討伐を叶えています。全員直哉は呪術廻戦のキャラクターです。全員家26代目当主、全員直人の息子であり、特別一級術師という高い実力を持っています。幼少期から高い才能を評価され、全員家実当主として有望視されていました。全員直哉を説明する上で外せないのが、彼の性格です。表現するなら、ゴミ。漫画誌でも類を見ないほどの性格の悪さです。男尊女卑が当たり前で、三方城を歩かれへん女は背中刺されて死んだらええ、と言ってはばからないほどです。また、他者を見下す傾向があり、家族からも人望がありません。全員家に属する集団、ククル隊からは、クズ、うんこ、うんこクズと評価されるほど、道徳の評価がマイナスのような男なのです。全員の親の最後は、全員巻によって訪れます。巻はジップの全員奥義に殺されかけますが、天与呪縛の能力が覚醒、奥義とゆず院への部隊を次々と葬り去っていきます。そこに対峙したのが、うんこクズではなく全員の親でした。全員の親が呪術を使いますが、巻は身体能力で圧倒、偽もっと、一撃で倒されてしまいました。しかし、ここでは死亡しておらず、顔半分が潰れるだけで済んでいます。瀕死の状態で這いずり回る全員の親ですが、巻の母親によって背中から刺されてしまいます。皮肉にも、三方城を歩くように、
強いていた女性から、背中を刺されるといった最後になりました。すがすがしいまでのクズっぷりと無様な負け方は、反対に読者の支持を集めています。なお、原作17巻で死亡しましたが、22巻に復活を果たしています。岡八郎は、ガンツのキャラクターです。ガンツミッション100点を7回もクリアしており、ハードスーツ、Z ガン、巨大ロボット、飛行ユニットなどを一人で保有しています。大阪チーム最強の男と言われており、高い戦闘能力を持っています。ただ、他メンバーと協力する姿勢はなく、点数の高い成人しか狙わない単独行動が目立ちました。初登場は大阪編、最初はステルス状態で潜伏していましたが、数十メートルサイズの巨大な牛鬼と戦闘、巨大な戦闘ロボットでは負けてしまいましたが、飛行ユニットで接近すると、ハードスーツで頭を破壊しました。大阪最強の実力を見せた岡八郎ですが、100点ボスのヌラリロン相手では状況が一変します。序盤こそハードスーツによる肉弾戦で優勢に立ちますが、再生し続けるヌラリロンに押され始めます。なんとかその場をしのいだ岡八郎も、危険を感じて退避、一度姿をくらまします。その後東京チームが戦っていると、ヌラリロンが一時姿を消します。戻ってきたヌラリロンの手には、岡八郎の胸から上が握られていました。このシーンは、ダントツの実力者である岡八郎があっけなくやられたことで、読者に絶望を与えました。しかし、岡八郎が残した意識の外からの攻撃という弱点を利用し、東京チームはなんとかヌラリロンに勝利。もし単独行動をせず、東京チームと共に戦っていたら、岡八郎は生き残っていたかもしれません。ということでヤバい死に方をしたキャラクターでした。最後までご視聴ありがとうございました。